こんばんは、そちょろパパです。高校生の皆さん、来年からの進路は無事決まりましたか？進路が決まって嬉しい反面、これから大学入学や上京などでお金がかかって困っている学生さんや親御さんも多いのではないでしょうか。その上、最近ほとんどの大学ではノートパソコンを持つことが必須化されているため、あまりパソコンに詳しくない学生さんやその親御さんの場合、どのパソコンを買えばよいか分からず困っている方も多いのではないかと思います。そこで今回は、なるべく安くパソコンを買いたい新大学生や大学に合格したお子様のためにパソコンを探している親御さん向けに、5万円台後半から購入できて十分に高性能なパソコンとなっているアイディアパッドスリム170を紹介したいと思います。このパソコンは、私が数十台のパソコンを調べた結果、大学生活4年間を快適に送ることができる性能を持つパソコンの中で最も安く買うことができるノートパソコンの一つとなっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に新しい技術や最新パソコンに触れる環境にいますので、パソコンについてはかなり詳しい方だと思います。またそちょろパパチャンネルでは、これまで最新おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画、またパソコン購入後に役立つ情報など、 IT に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それでは実際に2024年度入学者向けに立命館大学が出しているパソコンの推奨スペックを例として、今回紹介するパソコンがそのスペックを満たしているのかを検証していきたいと思います。ちなみに立命館大学を例とした理由は、大学の生徒数ランキングを見たところ、1位が日本大学、2位が早稲田大学、3位が立命館大学となっていて、この中で立命館大学が現時点で唯一2024年度入学者向けに理系と文系両方の学部で公開しているパソコンの推奨スペックをネット上で見つけることができましたので、立命館大学を例とすることとしました。例年どの大学でも大体同じような推奨スペックとなっていますし、他の大学の方でも参考になるように各項目について詳しく説明を行っていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。まずは立命館大学の法学部が出している推奨スペックで見ていきます。 OS については Windows または MacOS となっていますが、 IdeaPad は最新の Windows である Windows 11を搭載していますので問題ありません。ちなみに OS というのはオペレーティングシステムのことで、この OS の違いによりパソコンの画面の使い方や使用できるソフトが変わってきます。基本的に芸術系の大学などでない限りは Windows OS ではダメという学校学部はまずありませんので、 Windows を搭載しているパソコンを選んでおけばまず間違いありません。次にパソコンの頭脳部分となる CPU ですが、 CPU は動作クロック 1GHz 以上のものと指定されています。 IdeaPad が搭載している CPU Ryzen 5 7520U は通常の動作クロックが 2.8GHz、 最大が 4.3GHz となっていますので、動作クロック 1GHz を大幅に上回っています。動作クロック 1GHz というのはかなり低い性能レベルとなっていますので、私のおすすめとしては動作クロック 1GHz を基準として選ぶのではなく、 CPU の性能を数値で表すパスマーク値が6000以上ある CPU を選択した方が良いと思います。例えば6000以上程度あれば、この表にあるようにメールやオフィスソフト作業、ネットサーフィンなどに加え、ウェブ会議や動画視聴も快適に行うことができますので、ほとんど一般的に必要な作業を快適に行うことができる性能となります。そしてこの IdeaPad が搭載している Ryzen 5 7520U はパスマーク値が9476となっていますので、大抵の作業を快適に行えるレベルの CPU となっています。ちなみに Ryzen 5は AMD 社の CPU となっていますが、 Ryzen 5 7520U がインテル社の CPU でいうとどのレベルの CPU になるのかというと、第10世代の Core i7-10710U または第11世代の Core i5-1135G7 とほぼ同じ性能の CPU となっています。そのため大学が公開している CPU の推奨スペックがインテルの CPU である Core i シリーズで記載されている場合は、こちらを参考としていただければと思います。いずれにしても Ryzen 5 7520U の CPU レベルで性能が足りないということは文系の場合にはまずないと思います。次にメモリについては 8GB 以上のもの、 16GB 以上が望ましいという指定となっていますが、 IdeaPad のメモリは 8GB となっていますので問題ありません。 16GB 以上が望ましいという指定となっていますので、 8GB だと不安に感じる人もいるかもしれませんが、文系の場合は 8GB メモリで困るということはほぼないと言えます。メモリの容量が少ないと複数のソフトを同時に立ち上げて複数の作業を同時に行うことができなかったりするのですが、 Web ページ閲覧ソフトやオフィスソフト、ビデオ会議ソフトなど一般的に使用するレベルのソフトであれば、複数同時に立ち上げて作業を行っても 8GB メモリマシンでメモリ不足になることはほぼありません。実際に今回お借りした IdeaPad Slim 170は 8GB メモリを搭載したマシンとなっていますが、このように画面を4分割し、右上で Web 閲覧ソフト、右下でビデオ会議ソフト、左側でオフィスソフト2つを立ち上げて、さらに裏でこの画面を皆さんにお見せするためにキャプチャーするためのソフトを起動し画面録画を行っていますが、全く問題なく快適に動作することができています。またメモリは容量だけが関係するのではなく、メモリ性能によってもかなりその快適さは変わってきます。例えば IdeaPad Slim 170の14インチパソコンを例に見てみると、これらのパソコンはどちらも 8GB メモリですが、よく見ると Ryzen 3搭載パソコンのメモリは DDR4 3200MHz となっていて、 Ryzen 5搭載パソコンのメモリは LPDDR4
DDR5-5500MHz となっているという違いがあります。この MHz の部分がそれぞれのメモリの最大速度となっていますので、実は同じ 8GB メモリでもこちらのメモリの方が 1.7 倍も性能が高いメモリとなっています。実際 LPDDR5-5500MHz というのは比較的性能が高いメモリとなっていますので、 Ryzen 5搭載モデルであればメモリ性能もかなり高いレベルのものとなっていますので、 8GB メモリで全く問題ありません。次にストレージについては SSD128GB 以上となっていますが、 IdeaPad は SSD512GB を搭載していますので十分な容量となっています。立命館大学の場合はオンラインストレージを 1TB 使用できるようですが、使用できるオンラインストレージがない場合は例えばこのような外付けの 1TB の SSD を持っておくと非常に便利ですのでおすすめです。こちらの商品については動画の概要欄に購入リンクを貼っておきます。重量については 1.3kg 以下が目安とのことですが、 IdeaPad の場合実際に重さを測ってみると14インチサイズの場合 1376g、 15.6 インチサイズの場合 1605g ありますので、基本的には14インチサイズの IdeaPad を選んだ方が良いということになります。重量ディスプレイについてはあくまでも目安となりますので超えてても問題ありません。ちなみにこちらは 15.6 インチの IdeaPad ですが、このサイズでもリュックなどであれば持ち運びをすることは余裕なので、14インチサイズであれば持ち運びは全く問題ありません。次にウェブカメラマイクですが、これらは内蔵されていますので実際に内蔵カメラマイクを使用して録画した映像をお見せしたいと思います。それでは内蔵カメラ内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声はクリアでしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。ということで、内蔵カメラ、内蔵マイクの性能は全く問題ないということをご確認いただけたのではないかと思います。無線 LAN については、IEEE802.11ABGN のいずれかに対応したネットワークアダプターと記載がありますが、これについても IdeaPad の場合、Wi-Fi 6対応で IEEE802.11ACABGN 準拠となっていますので、条件を満たしています。他の大学の場合、Wi-Fi 5である IEEE802.11AC が推奨となっているところが多くなっていますが、もちろんこれにも対応していますので問題ありません。次に外部出力ですが、IdeaPad は HDMI を搭載していますので、このように HDMI 端子で接続したモニターに出力することができます。大学では授業中にプレゼンテーションをするときなどに外部出力を行うために HDMI 端子が必要となりますが、自宅でもこのようにモニターに接続して使用すると2画面に拡張して片方の画面で調べ物をしながら片方の画面でレポートを作成することなどができて非常に作業効率が上がりますので、モニターを1台自宅用に購入することがおすすめとなります。おすすめのモニターについては購入方法の説明のところで紹介します。ということで、文系の学生の場合は14インチサイズの IdeaPad Slim 170 Ryzen 5搭載モデルを購入することがおすすめとなります。IdeaPad Slim 170の Ryzen 5搭載モデルについてはこちらの動画で詳しく紹介していますので、より深く知りたい人はこちらの動画を見に行っていただければと思います。次に理系の学生の場合となります。理系については立命館大学情報理工学部の例で文系の法学部と違う点についてをメインで説明していきます。まず CPU についてはインテル Core i5 と記載されていますので、 Core i5 以上の性能が指定されているという意味となります。先ほど説明した通り、 IdeaPad の CPU は第11世代の Core i5 または第10世代の Core i7 と同等の性能となっており、これらは比較的新しい世代の CPU となっていますので、 CPU については IdeaPad の CPU である Ryzen 5-7520U でも全く問題ありません。次にメモリについては 16GB となっていますので、ここは文系の場合と大きく異なる部分となります。 IdeaPad では 16GB を搭載したモデルは 15.6 インチモデルとなっており、メモリ 8GB モデルに比べると約 12,000 円価格が高くなります。ですが実はメモリ 16GB モデルは CPU が Ryzen 7-5700U となり、その性能は約 1.6 倍と大幅にアップしますので、 12,000 円のアップでメモリも CPU も大幅に性能がアップしますので、むしろ安いのではないかと思います。ここで気になるのは 15.6 インチサイズのパソコンで大丈夫なのかということになりますが、これについては後で出てくるので説明します。結論から言うと問題ありません。次に無線 LAN 機能については、 Wi-Fi 6E と書いてありますが、これはパソコン側が Wi-Fi 6E に対応していなければいけないという意味ではありません。 Wi-Fi は基本的に介護官といって新しい Wi-Fi 規格に対応していれば、それ以前の Wi-Fi 規格でも接続できるものとなっています。具体的な例を挙げると、学校側が Wi-Fi 6E に対応した Wi-Fi 環境で、パソコン側が Wi-Fi 6E に対応したパソコンの場合、 Wi-Fi は Wi-Fi 6で接続されることになります。逆に学校側が Wi-Fi 5までに対応した Wi-Fi 環境で、パソコン側が Wi-Fi 6に対応したパソコンの場合、Wi-Fi は Wi-Fi 5で接続がされます。基本的に Wi-Fi は Wi-Fi 5である IEEE802.AC 以上で接続できればかなりの高速通信ができますので、まず問題となることはありません。ここで実際に IdeaPad で Wi-Fi の速度測定を行った結果をお見せしたいと思います。我が家は Wi-Fi 6E に対応している環境となっているのですが、 IdeaPad は Wi-Fi 6までの対応となっていますので Wi-Fi 6での接続となります。ちなみに YouTube を見る
場合の推奨速度がフル HD 画質の場合で 5Mbps 程度となっていますが、実際に速度測定を行ってみた結果としてはこの通り 300Mbps 近くの速度が出ています。そのため十分な速度が出ているということをお分かりいただけるのではないかと思います。また Bluetooth はバージョン 5.0 に対応していますので、こちらも問題ありません。ディスプレイについては13から15インチと書いてありますが、15インチのディスプレイというのは基本的に存在しないので、これは 15.6 インチディスプレイの意味となります。 IdeaPad は 15.6 インチとなっていますので、こちらも問題ありません。ウェブカメラマイクは先ほど確認した通りで、ヘッドホン出力端子もこの通りついていますので問題ありません。映像出力端子は先ほど確認した通り HDMI 端子がついていますので問題ありません。バッテリー駆動時間10時間というのはかなりハードルが高いですが、一応 Windows の機能でバッテリー駆動時間を見ると、通常の電源モードであるバランスモードで10時間43分、省エネモードであるトップクラスの電源効率で12時間18分となっていますので、これについてもギリギリ満たしています。ただしバッテリーの持ち時間は使い方によって大きく変わるものとなっており、実際にバリバリ使っている場合、10時間実際にバッテリーが持つパソコンというのはほぼ存在していません。そのため電源アダプターを持ち歩くことは必須になると思います。次に重量については、 1kg から 2kg 程度とあり、 2kg 程度であれば苦にならないでしょうと記載がされています。先ほど法学部の方では 1.3kg 以下が目安となっていたので、ここはかなり基準に違いがあります。これは文系理系の違いなのではなく、単純にこれらの資料を作成した担当者の感覚の違いによるものであることは間違いありません。そこで私の個人的な判断も加えさせていただくと、元気のある大学生であれば 2kg 程度であれば十分許容範囲だと思います。実際に私は十数年前、今のパソコンとは比べ物にならないぐらいめちゃくちゃ重いノートパソコンと電源を仕事のために毎日持ち運んでいました。その重さは 2kg 以上あったことは間違いありません。しかもその時代は仕事場にリュックで行くなどということはありえない時代だったので、ビジネスバッグに入れて持ち運んでいました。正直ビジネスバッグで持ち運ぶのは重かったですが、それでも不可能ではありませんでした。それに比べて大学生であればもちろんリュックで通学することが可能なので、リュックであれば 2kg 程度のノートパソコンを入れて持ち運ぶのはそれほど問題とはならないと思います。ということで IdeaPad の 15.6 インチモデルの重さを実際に測ってみると、本体の重さは約 1605g、 電源アダプターを加えても 1946g なので、許容範囲の重さであると言えます。また実際にリュックに入れて持ってみても、この程度の重さはリュックであれば軽々持ち運びができる重さとなっていますので、他に教科書やノートを入れても十分持ち運ぶことが可能だと思います。重さについては唯一妥協できる点となりますので、安く性能の良いパソコンを買いたいのであれば、ここは妥協すべき点となります。逆に 15.6 インチのパソコンであれば、プログラミングなどの作業は画面の小さいパソコンに比べ圧倒的にやりやすいですし、その他の作業も全体的に画面が大きい方がしやすいのは間違いありませんので、あえて 15.6 インチのパソコンを選ぶというのも普通にあって良い選択だと思います。逆にお金があるのであれば、以前私の動画で紹介したThinkpad X13 Gen 4 であれば 1.2kg 程度となっていて、軽くて性能が良いのでおすすめです。ただしメモリ 16GB モデルの場合は価格が15万円以上しますので、価格的には IdeaPad の2倍以上となっています。次にマイクロソフト365オフィスについてとありますが、立命館大学に限らずほとんど全ての大学がオフィスのライセンスを無料で提供してくれるので、大学生の場合はオフィスを購入する必要はありません。ということで理系の学生の場合で、特にメモリ 16GB 以上が推奨されている場合は少し重さ重くなってしまいますが、 15.6 インチのこちらのパソコンを購入することがおすすめとなります。理系の学生でもメモリ 8GB で良いという場合は14インチモデルの方がおすすめとなります。 IdeaPad Slim 170 Ryzen 5搭載モデルの性能については、14インチモデルも 15.6 インチモデルも全く同じものとなっており、14インチモデルについてはこちらの動画で実況を使って細かい性能検証を行っていますので、細かい性能が気になる方はこちらの動画を見に行っていただければと思います。おまけでこれについては学生向けの情報ではないですが、意外と弥生会計を快適に使えますかというような問い合わせが非常に多くありましたので、実際に弥生会計を使っている様子をお見せしたいと思います。今お見せしている画面が実際に私が弥生会計を使用している画面となるのですが、結論から言うと弥生会計は作業負荷がかなり低いソフトとなっていますので、このパソコンであれば超快適に使用することが可能となっています。また 15.6 インチモデルであればキーボードに点キーがついていますので、弥生会計を自宅で使うことがメインという人であれば 15.6 インチモデルの方が良いと思います。ということで学生はもちろんのこと、社会人でもライトユーザーであればかなり快適に使えるレベルのパソコンとなっていますので、なるべく安く快適に使えるパソコンを探しの方はレノボ IdeaPad Slim 170を購入することをお勧めします。それでは次におすすめの購入方法を、理系の学生におすすめとなる 15.6 インチのメモリ 16GB モデルの購入方法を例として使って紹介していきたいと思います。
購入方法、まずは動画の概要欄のこちらの ② のリンクをクリックします。するとこちらの画面が表示されますので、プロセッサーが Ryzen 7、 メモリが 16GB のモデルをカートに入れます。次に延長保証をつけたい人はこちらで付けることができます。1年の保証はもともと無料で付いているのですが、心配であれば3年保証をつけておいても良いと思います。延長保証の価格はタイミングによって変わってくるのですが、今見ると3年保証が割引になっていて非常に安いので、今回は3年保証をつけて次に進むを押します。周辺機器についてはモニターを購入すると、先ほどお見せしたように自宅での作業効率が大幅にアップしますので、予算に余裕があれば買った方が良いと思います。買う場合は IPS パネルのモニターがおすすめなので、その中で最も安く買えるこちらのモニターであれば十分だと思います。次にマウスについては、持っていない人の場合はレノボ純正のマウスがここで安く買えますのでおすすめです。マウスは物によってかなり値段が下がりますが、よほどこだわりがある人でなければ安いマウスで十分満足できると思います。そこでおすすめなのがこちらの990円で買えるレノボ300ワイヤレスコンパクトマウス、またはレノボ530ワイヤレスマウスとなるのですが、私自身どちらのマウスの方が良いのか判断ができなかったため、今回はレノボさんにお願いしてこれらの実物を提供していただきました。ということで、ここからは実際に実物で比較しながらお見せしていきたいと思います。まずこれらのマウスの一番の違いは、名前にある通りサイズ感となります。ですがサイズに関しては横並びにしてみても、思ったより見た目ではあまりその差を感じないのではないかと思います。それに対し実際に使ってみた感じはどうかというと、見た目とは違い明らかな違いを感じました。具体的にはレノボ530の方がマウスの厚みや長さがあるのを感じますので、かなりフィット感が良いと感じました。レノボ300のコンパクトマウスでも小さくて不快感があるというレベルではないですが、比較した場合には圧倒的にレノボ530の方が使いやすいと感じます。また安いマウスの場合、クリック感が硬くて不快な商品がたまにあったりするのですが、さすがにレノボ純正マウスということもあり、このあたりの基本的な部分は安いマウスでも快適なものとなっていました。重さについては 3g しか違いがないので、持ち運び用マウスと考えた場合でもレノボ530を選択して良いと思います。ということで、私のおすすめはレノボ530ワイヤレスマウスとなります。レノボ300ワイヤレスコンパクトマウスを選ぶとしたら、お子様用として購入するか、長時間パソコンを使わない人やたまにしかマウスを使わない人であればレノボ300でも良いと思います。ちなみにどちらのマウスも電池付きとなっていますので、届いたらすぐに使うことができます。またマウスパッドも必要となりますが、マウスパッドについては私も使っているこのようなクッションが付いているマウスパッドがおすすめとなりますので、こちらについては動画の概要欄に URL を貼っておきます。このクッションが付いていないマウスを使っていた時は、長時間マウスを使っていると手のここの部分が痛くなってしまって仕方なかったのですが、このクッション付きのマウスを使うようになってからこの問題が完全に解決しましたので、非常におすすめです。ということで、今回はこちらのレノボ530ワイヤレスマウスを選択してカートに入れるをします。ここで内容に間違いがないことを確認し、問題がなければそのまま購入手続きへ進むを押して購入すれば OK です。ちなみにアイデアパッドの場合、学割対象外商品となっていますので、学生の認証を行う必要もありません。また PC を持ち運びする人の場合は、 PC を保護するためにこちらのレノボアーバンスリーブケースを購入することがおすすめとなっています。これが実際のスリーブケースですが、内部はこのように非常にふかふかな素材で保護されていて、コーナーもこのようにしっかり保護されていますので、もしカバンを落としてしまった場合でもパソコンへの衝撃をかなり軽減することができます。また表面は防水処理がされているので、雨の日でカバンが濡れてしまっても、これに入れておけばパソコン内部に水が浸透するのを防ぐことができます。パソコンは水に濡れてしまったらほぼ間違いなく故障しますので、防水対策は重要です。またこちらに意外とたくさん物が入るポケットがありますので、ここに電源ケーブルやマウスなどを入れてパソコン関連グッズをまとめて入れることができますので、カバンの中をすっきりさせることができます。もちろんスリーブケースにパソコンを入れて、そのままさらにリュックに入れることが可能です。こちらのスリーブケースについては動画の概要欄-3にリンクを貼っておきますので、そちらから購入していただければと思います。最後に購入後に役立つ情報について少し案内します。まずセキュリティソフトについては、アバスト無料アンチウイルスを使用することをお勧めします。アバスト無料アンチウイルスは完全に無料で使えるセキュリティソフトとなっていますが、セキュリティソフトの評価で最も有名な AV コンパラティブズのテスト結果で、ウイルス検知率が 100% と、他の有料セキュリティソフトや Windows にもともと入っているセキュリティソフトの Microsoft Defender より優秀な成績となっていますので、こちらを無料で使うことをお勧めします。動画の概要欄にアバスト無料アンチウイルスをダウンロードできるページのリンクを貼っておきますので、そちらからダウンロードしていただければと思います。またパソコン購入後に行う必要のあるセキュリティ設定やパソコンの初期設定の方法などについて、こちらの動画で紹介していて、パソコン初心者の方には特に役立つ情報となっていますので、こちらの動画もチェックしていただければと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。
なるべく分かりやすいように説明をしたつもりですが、もしご自身が通う予定の大学が出している推奨スペックを見てもアイデアパッドが状況を満たしているのか分からないという場合には、コメント欄で推奨スペックを記載していただければ、こちらで判定してあげることもできますので、ぜひ気軽にコメントをしていただければと思います。もちろん他のメーカーの PC などのことでも構いませんので、気軽に相談していただければと思います。もしこの動画が良かった、役に立ったという人はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。